ばんは。こん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 ばんは。やほやほ。まるまるポップさん、バチコにありがとうございます。今回の特典、ディーゼルの服になってます。今日は鬼、そうです、今日は鬼です。角生やしてます。今日はこんばんは。お沼さん、バチコにありがとうございます。けいちゃん1278さん、バチコにありがとうございます。よしだとすけだと1119さん、ありがとうございます。今日はね、プレゼント届いてるんで2箱、それを開けていきたいと思います。今日はね、割と早めに終わる予定です。GRYU8 さん、バチコにありがとうございます。めっちゃ可愛いよ、コロン、アイラブユー、ありがとうございます。ビートルズの日、辛い日したんだ。 NIGHTFRY さん、バチコにありがとうございます。よいしょ、1個目のギフトはこれですね。なるほど、バラありがとうございます。10本もやっと。コウキアンダーバー、さきださん、バチコにありがとうございます。お久しぶりです。じゃあ開けます。じゃん、こういう入れ方なんや。じゃん、カメラです。これね、ずっと欲しかったの、気になっててって感じです。ありがとうございます。リサイクルされてますだって。ちょ待ってな、これ外れるんよ、これが。マジで外れる今日、やばい。フラッシュ撮影1から3メートル。これなんかね、スマホにね、お店でスマホに現像してもらえるらしくって、それ知って、あ、これ欲しいなと思って入れてました。ありがとうございます。今1個開けてみよう。なんか3つあるから贅沢に使っちゃって、あの友達用とか自分用とか分けて撮っていきたいなと思ってんの。可愛くない？すごっ。どうやってやるんやい？巻き上げ、右方向に止まるまで回すと撮影可能。めっちゃ臭い、思ったより。なおさん、バチさらにこうにありがとうございます。そしたら室内曇り、フラッシュ、フラッシュはどうやってフラッシュやんねん。これや、うおー、キューってた。そしたら
シャッターをやるんや。こうやって撮るってこと？わお。どうやって映ってるか分かんなくない？こうやってやったらいいのかな。どうやって撮ろう。大事な一枚だよ、記念すべき。ちゃんと整えて。いきまーす。3、うん、撮れました。すごい、撮れました。記念すべき1枚。名前メモとか書けるんだ、すごい。これね、撮ったやつうまく現像できたら、これプレゼントしてくれた人に写真をプレゼントしようかなって今思ってます。面白い。フィルムカメラっていうものですね、これが。面白い、やばい、楽しい、いっぱい撮りたくなってきた。何枚撮れるんだろう、これ。残り27枚だって。残り27枚も撮れるならやばいね、いっぱい撮れるわ。サービスエリアでご飯と納豆かけて食べてから。ご飯と納豆、美味しそうだね。これで自撮りするとは。自撮り、これでさ、夕日とか撮ってみたくない？海とかで。楽しみなんだけど。楽しみが増えました。いっぱい撮ります、ありがとうございます。これは自分用にしよう。こっち友達用。案外多いね。ね、多いけど、いっぱい撮りすぎて最後らへん撮りたいのにないってなりそう。現像が楽しみです。やばいね。マサタだよ、これ覚えてるかな。もちろん覚えてます。重松アンダーバーケンジさん、バッチをさらにこうにありがとうございます。次、ラストプレゼン、開けます開けます。現像してくれるね。メイドカフェとか行ったことない、行ってみたい。楽しそうじゃない、めっちゃ。次のプレゼント、これ。なるほど。いきまーす。じゃじゃん、ルイージー、ルイージーマンション2、ありがとうございます。もらいました。これね、やってみたかったんだよね。ちょっと開けれな。これもね、ゲームなんで妹たちに渡して一緒にやりたいと思います。ありがとうございます。どうやって開けるのこれ。よいしょ。世界中の人と最大4人でマルチプレイ。なんかこんな感じ。最新作だよ多分これ、2だから。やば、スイッチしたくなってきた。めっちゃ勉強があるから最近マジでスイッチしないの。あの1年のやつやってるのね、オンラインなのに。もう多分3ヶ月ぐらい使ってない。やばくない？今日やろう。ハートミーありがとうございます。得意のウィンクしてほしい。ウィンク、こんな感じ。来年の3月には任天堂新しいゲーム機出る。新しいゲーム機出るんだ、来年の3月か。ちょっとやってみたいね。新しいゲーム機ってどんなんだろう。スイッチの進化バージョンかな。全く違う感じのやつ出てきたらおもろいよね。
テスト勉強もありますからね。そうなんですよ、勉強勉強っていう毎日ですね。猫の手ありがとうございます。足だった、ありがとう。アッキーさん、バチコにありがとうございます。コロのウィンキはスズズズズズ噛んじゃった。コロのウィンクは世界一可愛い、ありがとう。いくらでもしますね、ウィンクなら。ウィンクはできるようになった、マジで頑張った。最初できなかったんだよ、ウィンク。やっとできるようになった。ゆうきさん、こんばんは。すごっ。27枚取れるのに残り枚数27枚なんだ。どうして？初めの一発目は取れないとか？そんなことはないよね。2026年の4月まで使えるらしい、これ。こんばんは。バラありがとう。好きな映画何？なんだろう、いっぱい好き。狼子供の雨と雪好きだし、あの心が叫びたがってるんだアニメの方好きだし、あと何好きかな、映画か、なんかね、鎌倉物語、何の時あれが好き。今少し余分に蘇生できるようになってるはず。そうなんだ、ゆるい感じなんだ、そこらへん。バラありがとう。好きな映画何かな、好きな映画何って言われると難しいね。なんだろう、でも割とジブリが好きかな。猫の恩返し好きよ、猫の恩返し。でもあれは好きじゃない、あんまり。なんだっけ、カントリーロードのやつ、名前めっちゃ忘れたわ。カントリーロードのやつはあんま好まんって感じ。名探偵ピカチュウ面白い、あれおすすめ。あれはおもろしです。やば、取れない紙が。まあちょっとね、今日は勉強とかがねあるんで、早めにライブ終了したいと思います。でね、あの今回の特典はディーゼルの服になってるんですけど、サブアカの方で投稿するんで間違えないようにお願いします。ってことで、コメントしてくれた人、見てくれた人、ありがとうございます。勉強頑張ってきます。またね、バイバーイ。よいしょ。